やはり我が運命に抗うは星の動きをとどめるに等しいか。未来を見知った者が虚無の道を歩めるはずもない。反撃の機会は幾度もあった。どういうつもりだ。懸念はいらぬ。その魔石の剣は比類なき武器。私にはもうなすすべがない。自分にその強さを証明できるだろう。この首を取って妖精の雇い主に報告するがいい。あの国の差し金だとよく分かったな。だが俺は雇われたのではない。父に頼まれたのだ。およそ父と呼べるものではあるまい。お前の真の父はエドガーという名だ。誰だそいつは。自分の赤ん坊を捨てた奴の中、俺の父親はメルヴィンだけだ。人間の俺を拾って育ててくれた。忘れるな。いずれ思い出せ。何でも知っているような口ぶりだな。だがおしゃべりもここまでだ。漆黒を脅かすかの主の影よ。鳥を探すのだ。それがお前の定めとなる。この魔剣があればメルヴィンの言う通り竜すらも恐るるに足らない。エルファリア様、いかがですか。サイファーの中でも最強の剣、魔王の武器バロールすら凌駕するものです。その武器の凄まじき力は呪いの代償とも聞く。もういいぞ。
下がれオズワルド。恐れる必要はございません。害は我々の身に及びはしない。闇の力ゆえにドラゴン殺しという難行をやすやすとやり遂げるのです。なんということをしてしまったのだ。噂は本当なのか。ハインデルを殺したというのは。まこと竜の鱗さえパンのように切り裂く恐るべき剣。この剣を量産すれば諸国も我らに神獣を誓いましょう。メルヴィン殿、女王陛下は何と。おお、ブロム、女王はお前の作り上げた剣を称賛しておられたぞ。だが量産をためらわれている。実に歯がゆいことだ。貴公は何も感じないのか。わしは恐ろしい。これまで剣の呪いに飲み込まれ勇気となった多くの者たち、オズワルドを待つ運命が。暗い顔は似合わぬぞブロム。オズワルドなら大丈夫だ。見事に剣を使いこなしている。メルヴィン、使者が呼んでいるぞ。すぐに行く。ブロム、あまり深刻に考えないことだ。君のためにもならない。わしはあんなものを作るべきではなかった。あれは天と大地に仇なす武器だ。